悪魔の書生、皇帝陛下から賜ったあの絵をすぐに持ってこい。あ、はい。お前も一緒に見ろ。ご主人、行きますぞ。危ねえ。ここでは何ですわ。あちらの方へ。名画ですわ。大切になさい。わあ、ゆっくりご覧ください。時間ならある。奥様は大丈夫かしら。一緒に見てみない。そうね。奥様は大丈夫ですか。一体どうしたんだ。内緒だ。チャオヨさん、100発も殴られたのよ。なんて顔。私なんて破壊殴られた。私より不細工がいたわ。チャオヨさん大丈夫ですか。30回殴られた。お化け。お化け。今のはチャオヨンか。そういうボコボコにされたのよ。本当か。あんな顔になるとはまさか敵は。そうだ、あれは面目全飛脚という技だ。まったく女があんまり怖いもんだからつい出てしまった。うそ。面目全飛脚を見舞われてもう少しで死ぬところだった。幸い俺が阻止したから助かったが、君の顔は技を使って元通りにしたからもう大丈夫だよ。 ありがとう。わお、礼なんか。でもまだ変な感じが。そう、俺が直してあげよう。思いっきりやって。あら。お、綺麗な顔に戻ったじゃないか。はい。おい、ワードロ。お、俺が親切心から見せてやったが大事だよ。どうして破ったりしたんだ。何を言う。ワオはわざとしたんじゃん。いやかましい。皇帝陛下にお伝えする。今日の一件はな、お前の家族にも重い処罰が下るはずだ。待て。うん。今あなたがお見せくださった絵ですが、見たところどうも本物とは思えません。偽物だというのか。これは皇帝陛下から賜った絵だぞ。偽物のはずがない。おい、もう我慢できん。また。実は本物がこの屋敷の中に保管されているんです。ね。あ、信じないのなら見せてやる。さあ、行くぞ。殿。どんなものか見てやろう。この先お前がどうなっても知らんからね。一体どうするつもりなの。あの絵の本物があるなんてデタラメ言っちゃって何を考えてるの。チャフンさん、炭を吸ってくれないか。もうこうなったらしょうがないわね。炭を吸ってちょうだい。はい。炭よ炭、早く吸ってって言ってるのよ。思い出せるかしら。トンバッフの絵を真似るなんて私にできるの。仁王が信じてくれればやっぱりダメだわ。分かってしまう。どうやって仁王の目をごまかせばいいというの。ねえワオ、これは大変なことなのよ。あなたは処刑されることになるし、ワーゲだってこのままでは済まされない。今のうちに逃げて。いいわ、外には誰もいない。あなたが。はい、隠してたけど生活費のためにトンバッフの贋作を随分描いてたんだ。この絵は特にね。あ、これも大事な商売道具さ。でもこんなに早く描くなんて。はあ、これでも遅い方。
正真正銘トンバッフの手によるものです。だが本物だとなぜ言える？証拠を出してみろ。それでは専門家を呼んで鑑定させたらどうですか？ドイツ人長、まだ生きてるか？すぐあの絵を鑑定するんだ。来い。おい、大丈夫か？賭けです。殿、紛れもなくトンバッフの絵だ。本物のわけがない。よく見ろ。ほら、もっとよく見えるんだ。本物ですって。でもまだ乾いていません。ほらほら、今日は湿気があるから湿ったんでしょ。ああ、そうだもん。くそ、ごまかしても無駄だ。どうせ不注意で盗まれたんだろうが、それが皇帝に知れたらどうなるかな。おそうだもん、知れたら重い罰を課せられる。この絵を持っていけ。もちろん遠慮もいらんからな。大切にしろ、また盗まれるかもしれん。殿、ひとまず帰りましょう。どうしようもありません。邪魔した。ああ、待った。そなた、私を脅したかったのでは？忘れたのか？よし。ああ、